皆さんおはようございます。新型コロナウイルス感染症が深刻化してきました。不要不急の外出や密集地への接近を控えるよう呼びかけが行われています。通勤時間帯の満員電車も感染リスクを増やすものとされています。今回は満員電車を避けるため、小田急ロマンスカーの4人用個室を使って通勤してみましたので、その様子をお届けいたします。どうぞご覧ください。町田駅にやってきました。時刻は9時前です。時差出勤をする人が増えているため、朝ラッシュ時前後の時間帯もそこそこの混雑が見られます。次は新百合ヶ丘に止まります。危険ですから、黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。9時前後の快速急行や急行もそれなりに混んでいます。今回乗るロマンスカーが町田駅に到着する時刻となりました。乗車するのは相模70号新宿行きです。5万系 VSE という展望席の設けられた車両です。今回乗るのは3号車のサルーンシートです。
個室になっており、4人掛けで一つのパーテーションになっています。VSE 車両の3号車は個室であるサルーン席しかないので、普通席を利用する人の往来もなく、とても静かな空間になっています。サルーン個室は3部屋ありますが、その日は私以外の利用はありませんでした。実質4人掛けを1人で使うどころか、12席を1人で使うような感覚でした。ご用がございます。お客様はお知らせください。テーブルには車内販売の案内パンフレットなどが置いてあります。向こう側か遊園まではのんびりと走っていますが、ふくふく線区間に入ると徐々にスピードを上げていきます。それではしばらくの間、車窓をお楽しみください。
まもなく終点新宿に到着いたします。 JR 線、京王線、地下鉄線はこの終点の新宿に到着しました。折り返しは10時ちょうど発スーパー箱根7号になります。命を守るために1680円など安いものですよね。皆さんもぜひ感染症対策のために積極的にグリーン車や特別車両を使って通勤しましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。